723かな、723っぽいですね、うん、いやそれは買えないな、うん、エミは。いやまあ今回またエミリンの予想外れたと。外れました、うん、全然当たんないよくそということで、はい、体重レース特別ゲストエミリン車検は外されましたけれども、はい、グランプリに向けてなんかちょっとメッセージをいただければなと。あれ一回これでもう帰っちゃうのえ嘘でしょ、最後までいるんじゃないの一回これでまだありますから、あんの盛りだくさんなんですそれじゃエミリン競輪グランプリの告知よろしく。1年間通して選手たちが戦ってきて一番その強い9人が集まってやるあのレースなので、やっぱすごい見どころとかも多いですし、多分感動もすると思うので、より多くの人たちにぜひグランプリ見てもらえたらなっていうふうに思ってます。よろしくお願いします。救急レースはこちらとか言ってる間に次のレースもクロちゃん大外れ、あっという間に次が最終レースになっちゃいました。そうでしょ、全然違うじゃん、全然違うじゃん。うわレンタルクロちゃん。黒川さん本名、はい、残すところラストです。ラストよということで強力な助っ人を呼んでおりますので。え誰、ゲストの方どうぞ。どうもスペシャルゲストです。いらないよもういらないってどうもどうもどうもマジでいらないって。ここでいいですか私の席は。いやもうなんなん、最後の最後絶対違うじゃん、色物いらないって。なんかだいぶ僕の悪口言ってたらしいね。いや悪口じゃない、悪口じゃなくて、いやいやあの本当に思ったこと。なんかあんまセンスなさそうだったな。覚えとけよ本当にうんちくくせやろ、本当にうんちくくせやろって言うの、なんだうんちくくせやろって。いやまあ改めまして店長、店長どういう方かっていうのは、うん、あの黒ちゃんご存知ないんで、うん、簡単に自己紹介というか。時間ないのに最終レース私あの静岡競輪場でですね、競輪予想漫談師、はい、競輪予想漫談師ってあの世界に一人しかいないんですよ、僕しかいないんですよ。競輪予想漫談師をやらせてもらってます。店長と申します。競輪予想漫才師漫談師、ま、うん、あんま聞かないね人の話ね。いや聞こえない、聞こえなかったね。芸能人そういうタイプ多いよね。すいません芸能人ですいませんね。ちなみに最後のレース本当に絶対これ当てないといけないんですけど、はい、どう本当に自信あります？ちょっとどうしても当てないといけないんですよ。余裕でありますよ。おちなみに今日の戦歴何でしたっけ？2勝9敗なんでだよもうこの人嘘だろマジで。3連単で4点なんですけど、私こうです、ここで映ってますか？え4点だけで、ちょっと説明してもらったけど俺も買わないといけないからすいません。はい、これね2番の、はい、小原雄太選手、はいはい、まあ自力で考えるとだいぶ上位、ね、先行まくりの力がだいぶ上位、はいはい、で後ろが4番の伏見選手と、3番の武田選手で、これ競りね、競りは分かりますか？もう初手からその位置が欲しいですって言ってこう、はいはい、並走する、はいはい、こう位置を取り合うわけです、ね、これ競りなんですよ、はい、で争うわけですよ、はいはい、こういう時って競りが大体共倒れになっちゃう、2人とも厳しくなっちゃう、はいはい、争うから。そうだから2の後ろを競る3と4は厳しいんですよ、極端に言うと、はい、買わなくていいんですよ。ああ、厳しくなるから買わない方がいいと。うん、そうで、その分厳しくなる人が出るってことは恵まれる人も出ますよね。そこが戦うことによって、そう、それの典型的なパターンがまず5です。5、あその後ろにつけてる5が、そうね。でこれ、2が自力で力上ですよって僕言いましたよね、はい、でもう1個ラインがあるんですよね、この671っていうライン、671671ね、っていうのは2、3チェックとかを、うん、ね、671のラインっていうのが見え見えの車検っていうパターンなんですよ、はいはい、で競輪って見え見えの車検は来ないようになってるんですよ、うん、なんでかっていうと走ってる選手もそう思ってるから、
あ、だからその展開読んでるからそれ邪魔しよう。そういうことなんですよ。だからそう考えると、まあ1とか7は展開的に別戦だから、ね、2の後ろで戦ったりもしなくていいから、はい、絡むんだけど、そこのそことの絡みだけでは決まりませんって。でもう一人割って入ってきそうな人が5なんですよ。5ね。だから1着は2で大丈夫そうですよって、うん、であとは恵まれそうな5と、あとは別戦の2番手3番手を回ってる1と7を買っておけば大丈夫ですよっていうレースなんですよね。店長すごいわ。今店長にだから壺売られたら僕買うかもしれない。そうなんです。だから僕なんで壺売られないといけないんですか。大して当たんないくせにやっぱ説得力だけはある。自分が言うねさっきさけなしたら怒るしさ、いや褒めたら今度なんか違う感じのこと言うし。なんでこの予想漫談師になろうと思ったんですか。僕昔あの飲食店の店長やってまして、いやその時に、なんかの配信に、競輪の配信になんか競輪に詳しい面白い飲食店の店長がいるって言って、僕がなんかゲストで呼ばれたんですよ、はあ、そしたらなんかそれを見て面白いと思って くださった方が、うん、ちょっとうちでやってくれませんかみたいな、まあ、それが静岡だったんですけど、あそれで、であれ何こういうの仕事になるのみたいになって、うん、でまあ本業の方も辞めて、でまあ背水の陣に自ら追い込むためにもう家庭も捨てて、家庭も捨てたの？いやなんかさ、わざと離婚して、わざとって何だ、わざとってちょっと待って、これ早く間に合わなかったらあれだから買いなさいって言って、いやもういいよな、行くよ、もう分かんないから、いやごめん、店長ありがとうございました。どうも店長、ちょっともうなんか喋るの性格もうちょっとまだ喋りたかったのに店長がね、その2と3と3と4がだったかな、3と4がその争って、で横にいるから2人は来ないって言ったんですけど、俺は信用してません、4が来ると思います420 はい、俺は正直本気で信用してません。これで今総額いくら、あと残りが、え、マジで400円。クロちゃんマジですか、これ0か100じゃないですか。100あるんかな、これ100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 
展開もつれております。武田健介が2番手外、初手からここは行こうという3番車武田健介、番手伏見俊明に割り込みをかけていきます。1コーナー参ります。店長が言った展開を崩してくれ。2番の大原優太です。説得力あったけどなってほしくないんだよな。さあ早くも誘導との車間を切って小原優太、今日も突っ張るか。しかしながら高田望がここで動いていく。合わせた小原でしたが、ここは関東勢しっかりと抑えました。一旦合わせた小原、ここは前にやって後方の4番手。さあ番手戦もつれます。4番の伏見と3番の武田、まだ武田がアウト、4番の伏見がインという格好です。3が超邪魔だね。かけています。一旦ペースは流し気味、埼玉勢がついていますが、やや車間を切った小原優太がこの辺り4番手でタイミングを図ります。後ろはまだもつれ気味で4コーナー回っていきます。このままどうやらチャレンジャー精神で高田望がかけていきます。さあ明治がけの高田望に乗って埼玉勢、7番の土屋と1番の久木原、展開は埼玉勢。5も後ろはちょっと待ってよ、5ちょっとおいやってくれたのマジで、5までやったの。武田健介もここは食い下がります。番手で応戦する7番の土屋で最終バック、しかしここはスピード違い、小原優太が捉えました。反応した7番の土屋が2番手で続く。武田健介3番手で4コーナー回っていきます。さあ先頭大原優太、差を詰める土屋雅人ですが、振り切った2番の小原優太です。差を詰めた土屋雅人との数の2着、あとは3番武田健介3着。最終順レース S 級準決勝の3つ目、じゃあもう1レースいきますか。いやないんですよ、最後ですから。特別レースいきましょうか。オープニングで言いましたよね、うん、勝手に応援団松浦選手の、はい、年末のグランプリの応援の車券をガツッと買うために僕らこれ増やそうと、はい、で結果残りが400円。買えないじゃないですかこれ。どうするんですか松浦選手に。言っときますけど、はい、100円から買えますから。いやそうですけど、はい、いやこれちょっとカッコつかないよ。
いや実はですね、はい、ちょっと松浦選手にメッセージいただいてるんです。メッセージ？はい、ちょっとご覧いただいてもいいですか？はい、お久しぶりでございます。お久しぶりです。あれから、はい、松浦さんデンタルクロちゃんってご覧になっていただきました？何回か見ました。全部ではないですけど。何回かって何？全部じゃないの？あらたす。あらたすじゃない。いやまあちょっと前回が腑に落ちないところがあるんですけどね。友達と言われたり。友達こともないのに。友達なんかマイフレンド、マイフレンド。そうです。質問？グランプリでもしですね、今回優勝していただけたら、やります。ちょっとグランプリどうかな。なんなんグランプリでやってよ。グランプリはどうかな。なんか写真の時にできれば。お、言ったね言ったね。最近このレンタルクロちゃんでいろんな選手と絡ませていただいてるんですけど、なんか選手界隈でなんかクロちゃんの話を聞いたりします。全く出ないです。ゼロです。ゼロ。ゼロです。ゼロじゃない。オッケーじゃないんだから、ゼロってないからそんなの。まあちょっと後半戦ですね。調子を落として、自分の状態があんまり良くなかったのかなと思うんですけど、まあここに来てすごい状態も上がってきてて、自分自身すごくグランプリ走るのが待ち遠しいので、その時を楽しみにしていただいて、まあ優勝して皆さんの前に出れるように頑張ります。よろしくお願いします。やっぱり松浦選手にここまで言っていただいたからには、うん、僕らもしっかり応援して松浦選手に年末いい夢見させてもらいましょう。そうですね、一流の人はねやっぱ自分でしっかりそのメンタルとかを最後の一番大事なグランプリに持っていくためにしっかりやってんだなって分かったから、俺はまっちゃんを応援するし、もうこの言ったらねお金番組からいただきましたけど、俺自腹でやります。はい、そこは自腹でやります。うん、じゃあ最後カメラの向こうのまっちゃんと、はい、で番組のファンの方いらっしゃるかわからないですけど、いやいるでしょ。じゃあどうやって続くんだよこれ。強力な本当に社長がついてるのうちの番組。はい、ということで、我々は明日もロケをすると。明日も明日も静岡でロケします。え、そうなの？明日の朝一発目で、はい、新年の年賀コメントもらいますんで。嘘でしょ。早くない？まだ11月よ。